何にしようかな。ニュースでも言っとくかな。はい、ニュース、うん。なんかね、若干こぼれてってるような気がする。時間がでもね、これ時間がね、わりかし正確にね、いかないんだよね。機械に文句言っちゃいけないんだけど、喋ってるの僕たちなんで。あ、はい。うん、まあ僕たちが6分だと思えばいいんでしょ。まあ、まあそういうことですね。うん。そういう形で。そういう形で。うん、まあ週、1週間がじゃあ、30分だったらいいんでしょ短っ。そういうことだ。6分で1週間。ああ、いつからとか、この30分だったらいいんでしょ。ああ、そうか、どっかで、帳尻が合うように人生できてるんですよ。死神の制度のセリフです。あ、そうなんですね。はい、いい関係です。警察の犯人追跡に F-16 が協力、フォルケル航空基地に地元警察から湿地を越えて容疑者を追跡するためジープを貸してほしいとの要請が入ったという。その際、訓練を終えて基地を飛び立とうとしていた2機の F-16 のパイロットが搭載されている赤外線カメラを使って捜索に協力すると申し出た。こちら最終的に容疑者逮捕の決め手になったのはハイテク兵器ではなく近隣住民からの情報提供だったそうです。関係なかったってことですね。ね、要するに泰山の名道ネズミ一匹みたいな。すごいよな。びっくりするよね。びっくりします。F16 ですよ。ね、ちょっと、なんか、万引きとかしたら F16 が飛んでくる。チャーンだからね、もう、あらん限りの力で。キャーン。それも面白いな。そうやって、どんな犯罪に関しても、あらん限りの力で対応する。全力で。だって、そんなに使う機会ないじゃん。まあまあ、そうですね。F16 とかさ、武器とかって。自衛、日本で言えば自衛隊のさ、そういったのって、あれだけ訓練してて、まあ、もしもの時のためにもちろん訓練は必要なんですよ。はい、だそれだけじゃないと思いますよ。いろんな、その政治的な意味で必要な部分もあるんでしょう。はい、なんだけど、どっかそれが人の役に立つために使わなきゃ。そう思った時に、ね、その、まあ、もちろん災害があった時にさ、いろんなとこ行って、はい、復興したりとか、そういうのも大切だけれど、はい、でもそれ普段やってる訓練とはちょっと違うじゃない。はい、その普段やってる訓練が活かせるようなものをね。そうですね。うん、やったら、本当に F15 とか飛んでくるんだぜ。犯罪捜査とかに。もう何でもない時に、ピャーン、うん、今、ひったくりが起きました。ピャーンって、上からヘリとかバーンってみんなで捜査、サーチライトバババババってつけて、もう、自衛隊は全部できるからさ。ああ、そうですね。もう陣地設定して、はいはいはい、封鎖してっていう。あらん限りのことするっていう。絶対に捕まえてみせる。そういう意味でね、治安を守るっていうのも、ある意味、今の昔は軍隊っていうのは、はい、国のさ、はい、一つの主張を通すためにあったわけじゃない。はいはい、で、国同士、どっちが正しいってわけじゃなく、この国の主張とこの国の主張が、まあ、合致しないという場合に、最終的な解決の手段として、うん、実力行使で戦うっていうために軍隊ってあるわけだけど、はい、今そうかって言われると違うじゃない。うん、そうですね。よっぽどそれは話し合いで解決されるものであって、はい、ただそれをテロ行為とかなんかそう違法な行為で何とかしようとするところ、はい、警察的に世界を守らなきゃねっていう、うん、はい、それがまあ大義名分になってるわけでしょ。そうですね。ってことは、うん、ある意味警察なんだよ。あ、軍隊とは世界規模の警察っていう、はい、各国が持ってる警察なんだから、はい、警察として機能させればいい。ああ、なるほど。うん、そういうことですね。うん、ある意味その今軍隊っていうのは相手の国に対して敵だから何をしても良いというか、はいはい、ある程度のことをしても良いから、はい、いろんな赤外線でどうのこうのとかいろんなそのあらんかけの技術力を使えるわけでしょ、はい、だからまあそれは犯罪者に対してはいいと、はい、まず仮定させてもらって、はいはいはい、で全ての軍事力を、はい、その犯罪捜査に使って検挙できるね。そうですね。顔の識別とかそういったものがあって、はいはいはい、そういういろんなセンサーだって、はい、その軍用のものっていうのは、はい、特にアメリカのさ、はい、米軍とかってさ、はい、民間とかに、そのなんか、こういう技術が出てきた時っていうのは、うん、もう軍隊の中には、さらなる技術がもうある時っていうふうに言うじゃない。そうですね、うん。そういうのが新しく出てきたってことは、うん、民間とか公開したとかあるっていうことは、もうそれよりもっとすごい技術があるんですよっていうことがあったりするわけだから、はいはいはい、何が使えるかわからんね。そうですね。うん、えらいことになりますよね。もともとレーザー光線だって、はい、電子レンジでしょ。ああ。その、はいはい、それをもともと開発してて、はい、でもレーザー光線開発する前に第二次世界大戦終わっちゃったから、じゃあしょうがないから何か平和的な利用ができないかっていうことで考えたのが電子レンジっていう。家電になっちゃった。家電になっちゃった。日本だって開発してたんだよ。ああ、そうなんですか。うん、レーザー光線を。
ただネズミ一匹殺すのに1時間以上かかる。かかりすぎだ。叩いた方が早いっていう。早いですね。圧倒的に。ネズミ一匹照射し続けて、1時間後ぐらいネズミが死んだ。っていうことで。どうですか。一応今、大山明道ネズミ一匹に。あ、なるほど。戻したつもりなんですけど。いやー、さすがですね。6分あるとこれぐらいのことできるっていうことですよ。いやー、さすが。だからこうやって、ベストな時間を探していこうぜ。あ、そうですね。どれがベストなのか、日刊元帥にとって。はいはいはい。じゃあそんな僕らの瞑想が始まります。瞑想なんですね。ワイドアゲンスごと楠本修正とマーシーこと真島新太でした。また明日お会いいたしましょう。バイバイ。